ここにいたんですね。帰りかけたんですけど、どうしてもプロデューサーさんに伝えたいことがあって、途中で降ろしてもらって戻ってきちゃいました。ああ、もしかして迷惑でしたか？だからプロデューサーさんはもういないんだなって思って、違うんです。私そんな話がしたくて戻ってきたんじゃなくて、つまりはっきり言います。プロデューサーさん、ハリウッドになんて行かないでください。でも私たちはプロデューサーさんに育ててもらったユニットです。アイドルアカデミー大賞は終わりましたけど、まだ教えてもらわなきゃダメなこといっぱいあるんです。私立派なんかじゃないです。全然そんなんじゃないんです。いっつも一人で空回りして、みんなにもプロデューサーさんにもいっぱい迷惑かけて。私が立派なリーダーに見えるとしたら、それはプロデューサーさんが隣にいてくれるからです。プロデューサーさんが支えてくれなかったら、ユニットも私もとっくにダメになってました。だからお願いです、プロデューサーさん、ずっと一緒にいてもらえませんか？ずっと私のそばに、ずっと。プロデューサーさん、もうすっかり決めちゃってるんですね。謝らないでください。もっと悲しくなっちゃいますからじゃあせめて今度ハリウッドに遊びに行かせてください。それくらいならいいですよね。どうしてですか？プロデューサーさん、そんなこと言われたら私、何も言えないじゃないですか。お願いです。絶対帰ってきてくださいね。これだけは「うん」って言ってくれませんか？これでお別れだなんて私嫌です。私だけ？はいわかりました、プロデューサーさん。でも私がすっごく頑張ったら、プロデューサーさんが帰ってきた時、もうプロデューサーさんなんて必要ありませんって言うかもしれませんよ。なんて。わかりました。プロデューサーさんがそうするって決めたのなら、私もそうします。でもその代わりプロデューサーさん、ハリウッドから帰ってきたら絶対にまた私をプロデュースしてくださいね。約束ですよ、約束。プロデューサー、食事は栄養のバランスに注意してメニューを選ぶようにしてくださいね。向こうに着いたら最初にうちの周りの安売りスーパーをチェックするのがいいと思います。はい、楽しみにしています。1年後のプロデューサーがどれほどの指導をしてくださるのか。私、プロデューサーさんがいない間、本当に頑張りますから。だから、プロデューサーさんも、約束、絶対、守ってくださいね。あ、きっとプロデューサーが乗ってる飛行機あれですよ。ゴーって言ってるやつです。プロデューサーさん！ 1年間私たちはこれからも頑張ります。プロデューサーも頑張ってくださいね。プロデューサーお元気で、体に気をつけてくださいね。プロデューサーさん、約束ですよ。